世界祝祭博覧会は、1994年に、三重県伊勢市で、第5回ジャパンエキスポとして開催された、司法博覧会。愛称は、祭り博、三重94。現代を生きる人々が、物質的、経済的な、豊かさを手に入れた一方で失われたものも多いという、認識に立ち、祭りという出会いを通して活力ある明日の暮らし。 地域づくりを目標に開催された。テーマ館、テーマ映像館祭り、からくり、オートマタ館伝統産業館技の架け橋夢の、バイオパーク色と緑の館、近畿、中部広域出展館で、あ、い、ランド、ライムランドアールドバザールふるさと、イベントプラザサンアリーナ、コガグループ館恵みのパビリオン未来建設ランド 21NTT グループ館、インタラクティブシアター三井。 東芝館ホンダ館パナソニック r e l ワールド JR 東海館時間旅行鳥羽水族館パビリオン三菱マリオネットシアターバーチャルシアター電力館三木本パールドーム105銀行グループ世界のバードハウス館トヨタグループ館未来研究所日立グループ館 NEC 館近鉄グループ館イワハウス子供館富士屋グループパビリオン火と 祭りの館祭りのゾーンに伊勢の伝統ゾーン味わい広場会場候補地としては、海の会場として、飛ばし小浜半島が、太陽と森の会場として、伊勢市浅間山麓渡来郡二見町の溝口、山田原地区が立候補していたが、鳥羽市に関しては1994年までに開発が間に合わないと判断し、開催を断念。浅間山麓を市会場。 二見町候補地を駐車場とすることを決定する。前期の1日平均入場者数は26,804人で、目標の3万人を下回る結果となった。公式記録では、三重県では観測史上最高の猛暑が影響したものと分析している。また、新聞記事などでは、同時期に、 和歌山県で開催された世界リゾート博との競合による影響もあったのではないかと分析している。後期に関しては、9月26日に台風26号の影響で1日平常となったものの、相対的に晴天に恵まれ、1日平均入場者数は38,922人となり、全期間中の総入場者数は目標の300万人を超えることとなった。 会場跡地は、サンサポートスクエア伊勢として2億700万円かけて、道路や排水設備を整え、2008年に造成が完了した。企業誘致は1995年から進められたが、なかなか買い手がつかない状況であった。2011年になり、伊勢市村松町の山中フーズが、初めて寝室に名乗りを上げた。同社は、同年に発生した。 東日本大震災を受けて、海抜28メートルある、この場所へ新工場を建設することを決め、2012年8月からの創業を目指している。また、2007年より、多面サッカーグラウンド、伊勢フットボールビレッジが設置され、浅間山陸公園ソフトボール場も併設されている。ありがとうございます。